はい、こんにちは、ライトウェーバーです。今ちょうどお昼を食べに出かけるところなんですが、ついでにね、ヘルメットマウントにしたので画角とかをね、いろいろチェックしたいなと思います。画角というのは手ブレ補正のオンオフで画角が変わるんですよね。手ブレ補正をオフにするとその分画角が広くなるんです。要はブレた部分をね、ソフトウェアで削って整えてくれるわけですから、周りが削られるわけですよね。そしてもう一つが樽型修作っていうやつがあるんですが、広角レンズの場合、まあレンズの歪みですね、画面の端に行けば端に行くほど丸くなってしまうっていうレンズの歪みですけども、これを補正する機能があります。当然それを補正するとまた画角が狭くなるんですけれども、そんなわけでですね、ネックマウントにしてた時は手ブレ補正をオンにして、樽型修作はオフにしてました。レンズの歪み補正はオフにしてました。このネックマウントっていうのはもう首にぶら下げてるだけですから、振動でものすごくブレるんですよね。だからどうしてもその手ブレ補正をオンにしとかないと見れたもんじゃないっていう感じなんですよ。ヘルメットマウントにしたら、まあ、ある程度体が吸収してくれるだろうということで、手ブレ補正をオフにできるんじゃないかなというふうに考えたわけなんですね。だとしたらよりワイドな画面で見れることができるんじゃないかなって考えてます。でテストするのはですね、当初3種類の予定だったんですが4種類。1つ目がネックマウントと同じ設定ですね、手ブレ補正ありでレンズ歪み補正なし。で2つ目がですね、手ブレ補正なしでレンズ歪み補正なし。そして3つ目がですね、手ブレ補正なしでレンズ歪み補正ありですね。で4番目がですね、これは急遽後から付け足したんですが、ウルトラワイドっていう画面があるんですね。今 2.7K で60フレームで撮ってるんですけれども、これ 1080p にした時に170度近い画角が収められるわけです。でそれをね、試してみたいなというふうに今考えてます。 YouTube にねアップするのが目的ですから、1080p で十分なんですよね。先ほどの映像がね、1番目の手ブレ補正あり、レンズの補正なしでしたけれども、続いて2番目が手ブレ補正オフにして樽型修作オフ、まあ両方オフですね。一番画角が広いはずのモードなんですが、これ結構なんだ、画角もあんまり変わらないし結構振動拾いますね。やっぱりアゴマウントということで、ヘルメットの中では割と端の方、結構振動をやっぱ受けやすい場所にあるからですかね。路面が平らなところだったらいいんですけど、ちょっと路面アスファルト その舗装が荒れてるようなところだと結構てきめんに出ますね。この辺は厳しいところだな。
続いて3番目は手ブレ補正オフで、そして、樽型収差がオンですね。確かにあの端の方に電柱が来てもまっすぐなんですけど、あんまりありがたみはないですね。これ多分画角が手ブレ補正オンにした画角狭くなると思うんだよな。現状だとやっぱり一番最初の手ブレ補正オンで画角ワイドで樽型収差なしがいいかなっていう感じですね。1080p60 フレームでウルトラワイドっていう画面があります。これだと手ブレ補正もレンズ補正樽型収差の補正もできないっていう設定なので、これをちょっとね試してみたいと思います。これが 1080p の手ブレ補正なしウルトラワイド樽型収差の補正なしですね。今まで入らなかったメーターまで、メーターのところまで入ってるんですが、ちょっとなんか全体に扁平がかかったような平たくなったような感じが見受けられますね。ミラーを見ると左右両方とも端まで入ってるんで、 2.7K の時はワイド画面でもちょっと切れる感じだったんで、ちょっと広いのかなっていう感じですね。そして思いっきり湾曲しますね、端の方が。でもね、これだけ広角になってくると、その手ブレのブレっていうか振動はそれほど気にならないですね。あとはこの歪み、扁平したような感じ、これをどう捉えるかっていうところで判断かなと思います。はい、それではね、今日のところはこの辺で。ご視聴ありがとうございました。よろしければいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。さようなら。